こんにちは、のぶ太郎です。今日もデトロイトビカムヒューマンやっていきます。前回の続き、風俗店から、アンドロイドの風俗店で起きた事件を解決していく感じですね。今からでは一波乱、ちょっとエロ展開もあるかもしれないですけど、やっていきます。一応まあ客がやりすぎて死んだという感じで、なんか店長っぽいのが言ってましたけど、どうなんでしょうね。診断しましょう。深刻なダメージ、深刻なダメージ、分析なんか出てますね。ああブルブル、おお、お前それかなり気色悪いぞまた吐き気がしてきた。まあね、まあね、口の中にね、口の中に入れようとしようからね、死体の血を口の中に入れるって考えたら相当気持ち悪いよね。アンドロイドが関係ないけど、まあ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 、コナン君とかも同じことしそうだけどね。免許の名前はペロマイケル・グラハム。これは覚醒剤。あれですかね、また無理やりなんか変なことをしようとし、殺そうとしたんですかね。こいつも多分麻薬をやってて殺そうとして、でそこでアンドロイドの女が抵抗してみたいな、いつものパターンじゃないですかね。心肺停止と。マイケル・グラハム、違うな、口、あ、喉か。首絞められたんだ。ということはやっぱり争った跡があるってわけだよね。さっきのアンドロイドが、これどうすんの、周り見んの。最初は首を絞められた。あ、これで終わりでいいじゃん。クレジットカードに現金と。あ、もう一回。心臓発作ではありませんね、絞殺です。ああ、首にあざができてるな。でも激しいプレイをするやあざくらいできる。あら、再起動できんの。再起動させなければ機体のメモリーにはアクセスできません、うん、できない。再起動してみろ。激しく損傷している。うまく再起動できたとしても1分以下。何か情報を引き出せればいいんですが。なるほど。1分間だけ生き返れる怯えてる。変異したやつだね、また。説明する。ゆっくりと。再起動したんだ。心配はいらない。あの人、そう死んだの。事実の確認。何があったか教えて。私のこと殴り出したの。何度も。いつもと一緒だね。君がやったのか。違う、あれは私じゃない。一人だった。部屋には一人きり。他に誰かいたのかい。まずいまずい。がしたいって。まずいまずい。私の他にもう一人いたの。なるほど。もう一人はどこに行ったんだ。何か言ってたかい。あ、やばい、時間が。危険かった。大事なこと。もう一人がいた。もう一人がアンドロイドなのか、それとも普通の人間なのか。もう一体言いやがったのか。1時間も前だ。もう逃げちまっただろう。まあ、でも。気づかれずに外に出られるような格好じゃない。まだここにいるはずです。ほう。店にいるアンドロイドの中から変異体を見つけるってのか。
やっぱりもうアンドロイド確定？簡単には見つけられないでしょう。ああ、クソ。方法はあるはずだ。そいつが部屋から出てったのを見たやつがいるかもな。聞き込みか。そんじゃ俺は店長に詳しい状況を聞いてくる。何か分かったら。まあ店長は怪しかったけどね。まあでも大体怪しいやつは。お、会社は顔見知り。確か来るのは 2,3 回目くらいだな。でも客とはほとんど口聞かねえんだ。まあまあ今あいつを見てたからね。あいつのとこ行ってみようか。やることやったら帰っちまうしな。アンドロイドが問題を起こしたことは。ああ、エロい。指紋が判別できません。2ヶ月前一人逃げたな。ああ、いやらしい。人間の指紋が必要。アンダーソン、監視カメラはさすがにつけたりなんかして。すみません警部補、ちょっとこちらに。見つけたのか。多分あいつ。相手をレンタルしてください。ふざけんなコナン。そんなことしてる場合か。お願いです、私を信じて。30分30ドル安いな。あ、でもアンドロイドがやるって考えたら、そっか、風俗も安くなる。経理に説明しろってんだ。人間じゃないもんね。こういう世界になったらこうなんのか。安くなんのか。選んでくれてありがとう。ついてきて、お部屋に行きましょう。で、どうする。行きます、行きます。俺行きます、俺が行きます。父、おお、何してる。なるほど。おお、なんか出てってますね、女が。青髪のトレイシーというアンドロイドは入り口に向かった。これは、どういうことだ。あ、これあいつ、今のやつ目線か。で、客が来て、あ、これ殺されたやつかな。え、違うか。あら、入り口方面に行けってことかな。とりあえず見ていたんです。お前何言ってんだ。変異体が部屋を出た。青い髪のアンドロイド。店は2時間おきにメモリーを消去しています。3分で他の目撃者を見つけ。おい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 、うん、おい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 、しんどいしんどいしんどい。あ、こいつかな。ちょっともう楽しんでる暇がない。楽しんでる暇が全くない。あ、いた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 。クラブの中に戻った。アンドロイドがどっちに行ったか分かりました。こっちじゃないな、こっちってことだな。こっちだな。これだけアンドロイドがいるのに青い髪のアンドロイドを見たやつ。一発で引いたってことかな。目撃したアンドロイドをもう一体見つけるだけです。一発で引いちゃったってこと。あ、違う違う、まだ時間があれか。やばいのか男って。赤い部屋に向かった。はい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 。こっちだな。ちょ、これ時間大丈夫か。3分がどうとか言ってたじゃん。あ、やばいやばい、時間もあれだ。まあまあ、こいつが一番あれだろう。わかりやすいでしょう。あー、ダメだ。わかんねえ、わかんねえ、こいつじゃ。外れ。ダメです。まずいまずい。踊りすぎ。こんだけ金使ってるってのにこのざまとはな。男ばっかりじゃないか。女恋を責めて。マジかよ。やばい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 って、時間がやばいって。何も見ていない。どこかで間違えたのかも。
間違えてない間違えてない、こいつら2人やばいやばいやばい、時間が、ここはなんとかしたい、ここはなんとか、あそこ女のジャック、おいた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 、今いた、青い部屋に向かった、こっちか、さ、もう時間がないぞ、まずいぞ、非常にまずいぞ、あと1人か2人しか行けないんじゃない、あ、間違えた間違えた間違えた、ダメです、また見失いました、こんだけ金使ってるってのにこのざまとはな、やばい、くっそまずい、くっそまずい、捕まって、今のやつやったかな、ちゃんと見てないもんな、こっちには来ていません、あーこいつらか、うわーやばい、これ絶対間に合わないじゃん、いたー、いた、よし、オッケー、どっちだ、こっちか、よし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 、なんとか見つかった、あ、まだまだ、え、部屋を出ていった、嘘でしょ、マジかよ、これさっき見たやつじゃないの、何も見ていない、どこかで間違えたのかも、高くついた操作は俺のデカ人生でも初めてだね、え、なんか今出た、どういうこと、どういうこと、あ、こいつか、なるほど、これはいいんじゃないのか、いった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 、スタッフ専用、はい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 、こっちへ、わかりました、ついてきて、いや、畜生、どうかしてるぜ、あれ、これさっき入んなかったっけ、俺が先に行く、間に合ったか、これ間に合ったか、もうないか、いった、助かった、やった、あー危ね、あー危ない危ない、いや今チラッと見えた、あ、ちょっと待って、これまだまだってこと、まだやんなきゃいけないってこと、しんどいな、畜生、逃げられた、あー間に合わんかったってこと、あ、いや、もう大丈夫ってことかな、あとは操作でなんとかなるってことかな、舐めろ舐めろ、ペロ、むむ、せーなまきゅー、はい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 、はいはいはい、じゃあこっちからやる、この中にいいんじゃないの？違うの？あー、ブルーブラッドのあれをさ、あー、これ辿っていけばいいのかな？ここで？ここでかよ。あ、まあまあ、せっかくなんで。ひでえな。散々こき使われて壊れたらお払い箱ってか。あ、ここは倉庫みたいな感じね。永遠に生きる。超小型マシンで不老不死が可能に、医薬品はこれまでも大きな進歩を届けていったが、医者や外外科医が手を尽くしても治療できない病は未だに多く存在する、だがそれも変わる時が来たのかもしれない、サイバーライフが患者の体内に入ってがん細胞と戦ったり免疫システムを促進させたり遺伝子治療を行ったりといった機能を備えたナノドイロ、ちっちゃいやつですねと呼ばれる超小型アンドロイドを開発した、最近何百万もの小型マシンを使用しがん細胞を攻撃するという臨床試験が行われた、ナノドイロによってはナノドイロは悪性腫瘍を取り除いた後で患者の排尿によって体外に摂取される、いいですね、人類もおしまいだな、人間関係に嫌気がさしてみんなアンドロイドに走る、
ああ、それは分かる。料理もしてくれるし、やりたい時にやらせてくれる。気持ちだって気にしなくていい。時期に俺たちは絶滅するだろうさ。人間と愛し合うくらいならプラスチックを買った方がマシだってんだからな。基本はそっちの方がいいね。基本はそっちの方がいいけど、たまにでも人間の女もいいね、やっぱり。人生初の不老不死が誕生するでしょうと語る。がんや脳疾患、臓器不全が治療可能になることで平均寿命がかつてないレベルで上昇するからだ。だが著名な経済学者である作家のユリ・マケッシュ氏は予期せぬ結果が訪れる可能性について警告している。高齢化が進むこの現代社会で減少の一途をたどる若年層に老人の世話をという重荷がのしかかっています。それもでもアンドロイドをすればいいんじゃないの。失業率が上昇する中、何百万もの高齢者を支えることができるのでしょうか。まあでも日本と同じ問題ですかね、その年金というか。新経済が統一、全然面白くなさそうやな。これは銀行は高年少なわけ。新たな超大国、新経済が統一貿易協定を凍結。かつてブリックス新興成長市場と呼ばれたブラジル。帰るぞ。はい、今行きます。やばい、ミスった。これ読みすぎた。ロシア、インド、中国、そして南アフリカは貿易障壁を削減し、加盟国間で貿易を促進させることを目標とした統一貿易協定に合意した。この協定を取り持ったと言われる中国の貿易国際貿易部長は協定の合意を遅すぎるぐらいだとし、新興経済が名称ともに躍進したことを示していると述べた。協定では広範囲に及ぶ商品や自動車や食品、通貨の取引が対象となるとみられ、アンドロイド関連技術の製造には特別の条項が設けられている。この点についてロシアと中国が同分野におけるサイバーライフの独走を阻止するため協力し始めるのではないかという観測も多い。読み方が分かんないな。中国のあれかな。何々部長は記者の質問に対し、協定加盟国が密接に協力し合う機会も大いにあるでしょうと言葉を濁した。ちょっと読みすぎたかな。まさかこれで失敗ってことはないよね。今なんかトランプみたいの映ってなかった。気のせいか。トランプ、これトランプじゃない、違うのかな。合ってる。あ、そうそう、まだ操作の続きをしなくちゃ。こっちはブルーブラッドをたどれば、まあこっちだよね。またなんか数字書いてない？いつものだよね、これ。まだ帰んねえよ。まだ探すかんね、俺は。と、なんだあれ。青く光りましたね。関係あるのかな。関係ないのか。まあこっちでしょうね。違うの。でもさっき俺が雑誌を読み寄った間に逃げられたとか、そんなことある？制限時間的な感じで。いけないか、こっちは。あれ、ミスったかな。またでもあいつのとこ行かなくちゃいけないのかな。ブルーブラッドはもう完全にこっち。ん？ここ？こことかじゃないよね。なん
こっちに続いて、こっちか。ここら辺とかじゃないの？いた！そういうこと？あ、お前？あら？今違うやつかと思ったんだけど。おい、動くな！あ、そう、こいつだよね。あれ、こいつが誰？危ない危ない危ない。おっと、難しい。やられた、やられた。危ない危ない。よしよしよし。押せない押せない。早い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 。無理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 。お、いけた、いけた、いけてるいけてる。いい女だけど、あー、倒しちゃった。あー、まずい。あ、ちょっと選んでる暇がない。適当に押しちゃう。おお、あー、大丈夫。アンダーソン、負け？こいつら何なの？二人とも？急げ、逃げられるぞ。よし。あ、ミスった。あ。危ない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 、あ、ミスった。あ。R2 が難しいな、R2、R2 が。危ない。よし、行け。悪い、撃った。撃ったらダメだったかな。ああ、二人は恋してた。なんで撃った、なんで撃った俺。なんで撃ったコナー俺。ダメだろ撃ったら。なぜ殺したの？この子は何も事件とは関係なかったのに。言えよそれを先に。撃つぞ俺は。あいつがあの女の子を殺した時、次は私だって思った。すごく怖くなって。あいつ私のこと殺す気だった。だからあいつの首に手をかけて思いっきり締めてやったの。あいつが動かなくなるまで。こいつが殺したんだ。確かに殺したわ。でも私はただ自分の身を守っていただけ。一緒だな、ずっと一緒だな。こういう事件ばっかだな。だって生きていたかったのよ。この子のところに戻りたかった。人間の汗の匂いや、それにあいつらの汚い言葉を忘れたかった。なのにあんたにこの子を奪われた。恋愛感情。愛してた、愛してたのに。人間じゃん。なんで撃った俺。なんで撃った。やばい、なんか撃ったのがすんげえダメな選択やったような気がする。ていうかそうでしょ、ダメな選択でしょ今の。あ、でも一応今撃ったので変わったってことかな。あ、そりゃそうだよね。うわ、ハンク緊張、アマンダ中立。外車を調べる、アンドロイドを調べる、
冷静なアプローチ、犯行現場を立ち去る。目撃者を探す、ハンクの手を借りる、変異体を追う。ここちょっと面白かったな、時間があって。倉庫に入る。でも、なんか一個見つけてないな。ブルーブラッドを辿っていったら、あっこだったってことか。おいおいおい。青い髪の変異体を調べる、変異体に襲われる。ああ、これ下のやつはあれですかね。見つけら、帰る、帰、そのまま帰った場合の選択ですかね。で、戦いに勝ったんだね。結構ミスってたけど。で、変異体を撃っちゃったと。これがね、なんかね、すんごいダメな選択だったような気がするんだよね。はあ、やっちゃったか。さ、続けましょう。どんぐらいルートあんだろうね、これ。こいつは？コナか。一瞬違う人に見えた。人って、まあまあ人じゃないけど。ああ、ここ目指しましょうか。ああ、ハンクですかね。ハンクいますね。ハンクいる前にちょっと探索をしましょう。またか、ここで。一応全部読みますよ、こういうのは。謎に包まれた男、カムスキー。この世紀を代表する人物に一体何が。2028年以来じゃ、カムスキーを、兵士でいいのかな、兵士は、21世紀の顔に選出した。カムスキーの発明が我々の世界を一変させたのだ。アンドロイドは経済を激変させ、生活や家族形態を変え、良くも悪くも社会のバランスを永久に変えた。その数年後、カムスキーは姿を消したサイバーライフ CEO の座を追われ、メディアを避けて隠居し、自らが生んだ世界と決別したのだ。カムスキーは2018年、変わりやすな不動産がスタートアップを引きつけていたデトロイトで創業。大学を出たばかりで投げなしの資金をアンドロイド開発につぎ込み、数年の苦悩の末に突破口を開いた。ブルーブラッドと、生体部品だ。あれ、アンドロイドを作った人ですね。この世紀を代表する人、イギリス公式にチューリングテストをパスし、世界に衝撃を与えた最初の実用モデル発表後、素早く大量生産を実現したサイバーライフは、間もなく時価総額世界一の企業に成長した。だが同社の企業価値がまさかの5000億ドル、50兆円ぐらい、もっとか。そしてた時、カムスキーと株主が方針をめぐって対立しているという噂が流れ、カムスキーは不可解な状況でサイバーライフを去る。現在カムスキーは彼がこよなく愛するデトロイトの郊外にある水辺の豪華な別荘で、郊外なんだ、面会を謝絶してアンドロイドと暮らしている、カムスキーは今何を思うだろうか。その答えを知る者はいない。北極圏ショック、ウォーレン大統領、1兆ドル企業。北極圏ショック高まる緊張に株価が 10% 下落。ここ数週間の下落相場が加速し、昨日アメリカの証券取引所は10ポイント安で取引を終了した。金融専門家はアメリカが近い将来北極圏をめぐる戦争を起こすだろうとの見方が収まらないことから、大幅な消費関連株の切り下げが起こり、それにより株価全体が下落していると見ている。高まる緊張、あ、これ読んだか。軍による備蓄が積み上がっていることも戦争の予兆とみなされており、航空機及び武器製造業でも急速な伸長が見られる。また軍用アンドロイドの開発供給契約を国防総省と結んだサイバーライフ株にも人気が集まった。ロシアとアメリカが世界中の報道機関を騒がせ、双方とも引き下がる気配のないとこことを考えると、市場は縮小の方向へ進むだろう。なるほどですね、経済史みたいな感じですかね。
さあ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 、ハンカチとか、まだなんか、まだなんかありそうだけどな。ないのかな。まあまあ、もうまっすぐ行っちゃいましょうか。殺してしまったことへのことですかね、話すのは。いい眺めだろう。前はよくここに来てたんだがな。アンドロイドにショックを受けてんのかな。愛、愛が芽生えてたり。前？前というと？うん？前は子供がいたのかな。よくここに来ていたと言いましたが、いつのことです？そりゃ子供と公園に来てたってことか。まあ、公園だもんね、ここ。個人的な質問。個人的なことを聞いてもいいですか、警部補。アンドロイドってのは個人的な質問するもんなのか、それともお前だけか。自殺願望聞いとこは。写真、それほどまでに死にたがっている。写真聞いたらなんか怒りそうな気がするんだけど。忘れないことがある。何しようと頭から離れずにくすぶってんだ。あ、こっちが先でよかったかな。だが人思いに死ぬ勇気すらねえから毎日痛めつけてんだよ。どうせお前には理解できねえだろうけどな。こいつは理屈じゃねえんだ。ああ、子供のこと聞いた方がよかったかな。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。彼らは共通して RA9 に執着しています。あれはまるで一種の宗教、神話だ。神話。 RA9 というのはプログラムに存在しないものを作り出したみたいに。神様を信じるアンドロイドね。まったく世も末ってやつだな。人間、人間だな。警部補、何か気になることでも。まさかエデンクラブでの出来事に関係が。あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。随分気にされてますね。こいつがそんなこと言うとは。あなたが機械ごときに悩まされるとは。お前はどうなんだ。見た目は人間、話し方も人間だが、本当は何者なんだ。攻撃的に行きましょうか。任務のためにデザインされた機械ですよ。己の存在理由も作成者も理解しています。ほう。それがあなたと私の違いでしょう。下がっちゃった。あの女が自殺した時何か感じたか。それともこれっぽっちも気にしちゃいないのか。もうちょっと人間っぽく言った方がいいのかな。私は命令を実行したに過ぎない。すべきことをしたまでです。あー、こんなんとやってられんな。でもお前を殺してもどうせまた何事もなかったように戻ってくんだろう。死ぬのが怖くないのか、コナー。それね、怖いって言ってみようか。事件は未解決のままです。当然妨害されれば遺憾だと言わざるを得ないでしょう。引き金を引いたらどうなる。ん、新しく暗闇か、それとも天国か。皮肉でいきましょう。アンドロイドの天国なんて疑わしい。存在への疑問を抱くとはな。変異仕掛けてんじゃねえのか。ほう。定期的にテストしています。いやでも変異は本当、自分が何なのかは理解していますよ。コナーはやや変異仕掛けどうとは思うけどね。ルート解除。どこに行くんですか。お、酒が足りない。ルート解除はいいんじゃない。少し考えてくる。いい選択をしたんじゃない今のは。かなり
初めて出たかもしれない。あ、ここのルートじゃないで、また他のとこってことかな。他のルートが解除されたってことかな。書いてるね。64% コンプリート。あー、ここがってことね。ハンク緊張、アマンダ中立、世論無関心。まあ、読み物で、自殺について話す。まあ、上が子供だったんでしょうね。怖がる。ハンクが納得。良かったのか悪かったのか。このスピード感ある感じが楽しいですね。ジェリコ尊敬。ジェリコって誰だったっけ。ジェリコ。こいつはマーカスだよね。また雑誌あった。助け行くってこと？これ大丈夫か？あ、違かった。ノース中立、いいおっぱいですね。サイモン優勝。黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろう。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り、自由は手に入らない。こいつはこの、どうするつもり？電源みたいなの取らない。ストラトフォードタワーに放送局がある。制御室は最上階、そこを目指すと。おお、ちょっとなんかクライマックスっぽくなってきましたね。で、ここでマーカスとコナーがぶつかり合うんじゃないですか。事件になって、まあ、本当だったらカーラが絡んできそうな感じですけど。細部に至るまで計画を練り上げよう。カーラはこっちに一緒に、マーカスたちと一緒に行動を本当はするのかな。はい、今日はここまでにします。そうですね。カーラは、このマーカスたちのグループに一緒に入っててもおかしくないですもんね。やっぱり死んじゃったか。あの人間の子も一緒に連れてね。人間の子も一緒に連れて、ここに、なんとか入れて、この人間の、やっぱあの、殺されたであろう人間の子が関係してたのか、鍵になったのかなと思います。いや、面白いですね。今日も面白かったです。また近々続きの動画撮るので、チャンネル登録してよかったらまた次の動画も見てください。最後まで見ていただきありがとうございました。信太郎でした。